アイルランド国立美術館はアイルランドの首都ダブリンにある美術館。14世紀から20世紀に至るヨーロッパの絵画や彫刻を収集、展示している。鉄道王であったアイルランド人、ウィリアム・ダーガンが1853年5月にダブリンで産業展示会を開催し、その収益とダーガンが所有していた絵画コレクションを元にして1864年。 アイルランド国立美術館が開館した。開館時は120作品ほどの所蔵品であったが、1901年にミルタウン伯爵夫人が約200点の絵画を寄贈するなどし、現在は約1万点を所蔵している。1990年、失われていたと考えられていたカラバッチオのキリストの捕獲がダブリン市内のイエズス会の施設で見つかり、 アイルランド国立美術館で公開されることになり、話題になった。ディエゴ・ベラスケス、ラ・ムラタ・ニコラプスさん、アーキスト・ガラテア・フラ・アンジェリコ、カケオ・イキノビル、イ、コスマスとダミアン、その兄弟たち、カラバジョ、キリストの捕獲・ヨハネス・フェール・メール、手紙を書く婦人と召使い・ハブリエル・メツー、手紙を描く男。ありがとうございます。